本当ドルエカというメカをまんま流用しております。本当の声はどんな感じですか？専務と遊ぼう。面白そうなものをいくつかピックアップして結構しますよね。100万200万もするんですよ。マジ？マジ？メーカーが勝手に立ち上げた会社。そうなんや。次は生コミックプラモ3連発といきたいと思います。まずはこれも会計マニアには有名な丸いの歩く生首という。すごい。生首がゾロゾロと地面を張って迫ってくるという怖いのがあります。いいな、すごい。中身もちゃんと、首とそれからザンマラ髪にパーツがついております。すごい迫力でございます。めっちゃ怖い。これもなんか最近お高いそうでございます。高い。これなかなか珍しいんですよ。でなんていうと、これは夜行とほら成型色が夜光るね、グローインザダークって夜行の成型されてるんで、晩になったら光るんですよ。すごい。だし、まあこれは今時再販しようったって絶対できないプラモデルですからね。そうなんだ。歩く生首ってなんかドッキリするよって書いてあるよ、自分で。それ用とかなんですね。するよ、ドッキリするよと、なかなか素晴らしい。髪の毛がいってるで、すごい。なんか、その髪の毛が切る。それ蛇。蛇も入ってるんですね。そうです。おまけに蛇がついております。意味わかる。どんなんの？怖いもの。すごい。非常にサービス精神豊かといえば豊かでございます。すね、はい、次にご紹介する。これは弱物でございます。はい。ヴァンパイア、多分ドラキュラでしょうけど、それの生首、生首というか、まあ、かっこいい言い方をすれば競争ということになると思います。これはもう完全なディスプレイモデル、中身はきちんと再現されております。おお、すごい。これは飾り物で、かっこ普通にかっこいいものです。そうなんですね。でもう一個、次 の、 あの生首のシリーズで、もう一回それがやばい。生首多いですね。はい、最後にご紹介するのは一番、これも日本のメーカーですが前出てきた、バン、これですね。あー、この前見て、みゆちゃん大好きな、はい、地面に横たわる巨大なフランケンの首。誰がどう見てもフランケン、フンガー、フンガーというあのフランケンシュタイン、怪物くんのフランケンシュタインでございますね。ではこれは中身は何かというと、これはちょっと前のオーナーが作っちゃっておりますが、はい、こんなんでございます。ちゃんとランナーはでも残してくれてるわけやね。全枚負けるかにゃって。は入っとる、入っとる。入ってますね。入ってました。はい。ありがとうございます。足がカエルみたいでしょ。あ、本当よ。はい。回してみ、回してみ。こっちと。で回せるとこまで回してみ。はい。あ、すごいすごいすごい。ここに置いてもらおう。開けちゃった。あ、かぶ。わあ！びっくりしたー。あ、すごい。なかなかすごい、よく動くね。そうですね、50年ぐらい前のプラモデルが。すごい。なかなかフランケン動いてくれて、なかなか面白い。よかったよかった、動いて動いて、これでカスッと押して動かんかったら絵にならない。これはなかなかの。確かに、はい、あ、叩いてみ。あー、すごい。あ、おーというなかなかの面白い。これはでもあんまりね、僕は、私もこれ以外見たことはなかったんですが、私の友人には、の一人は狼男も見たと。おー、そういう証言。その狼男も見たという、怪物さんの主人ですよね。目撃したという方がいらっしゃいましたら、このコーナーまでご連絡お願いします。はい、次です。はい、これはおまけ、歩く手首、やはり丸井さんの、ミステリーシリーズ、これも、非常に、怖いというか、今、お高くなっておるものでございます。10万台にはなるものでございます。10万台がある。10万台の、一回みんな、ね、ヤフオクで調べてもらうとねこれ何がすごいかって、こうやって手でこう全部こう歩くんですよ。怖っ、ね、車輪でシャーとかいう、安直なものではなく、ちゃんと指が動いて前に進む。ちゃんと指が、本当指が動いてこうやって動くんですよ。めっちゃ怖っ。これだからね、このすごいこの箱絵がまた味があって、砂山さんね、水木
忠義先生の傑作でございます。ニュー夜行って書いてある。ニュー夜行って何なんだろ う, どういう意味ですか。新しく夜光るということ。夜光るんですよ。わーすごい、こわ。このプラモはなかなか、まあなかなかいないけど結構高いので、はい、はい、まあ、お化けつながりで、青島のドロンパのプラモでございます。これもなんかそっけなく本当にドロンパが入っております。そっけなく当然ゼンマイで歩きます。当時これが200円でした。昔はね、安っ。でも今やったらとんでもない値段になります。これも知る人ぞ知る、長井郷先生のドロロンゲンマ君という、お化けアニメ。やっぱり、まあ魔界からの王子様が、妖怪を退治するというお話ですね。ドロロンゲンマ君って知らんでしょ。はい、長井郷先生の、青島さんのプラモですが、これがまたすごい。この超絶的な、彫刻カレージケットを先取りしておったんではないかと言われるような造形でございます。造形もすごいんだ、これはね。なかなかこれすごいね、これね。よくできてる。ほんまにすごい。ほんますごいよくできてるんですよ、これ。この、まあ、ちょっと僕もあんまり印象になかったんやけど、ドロロエンマ君ね、おゆきちゃんもついてるんだ、これ。でもついてるね。すごい。かわいい。なんかこれ、青島らしくなくて、今回いい。これ褒めてあげる。これかわいいです。で、これは確かな商品、ドロロエンマ君、が乗用する自転車のプラモ、自転車のプラモってと思うと、本当に自転車しか入っておりません。自転車しか入っていない。まあ、キャラクターが別売りになってるんで、それと組み合わせるということだと思いますが、買った子はきっと目を白黒させたと思います。なるほど。まあ、あとは青島さんの愉快なプラモデルをいろいろご紹介したいと思います。こちらヘリーエースというオリジナルの SF メカなんですが、実はスペクトルマンというのに出てきた、ボントドルエカというメカをまんま流用しております。こういう、まあ、最初は、半券物として出たものが後になってなんかメーカーオリジナルの勝手なメーカーにされるというのは、まあ60年代70年代は普通のことでございます。やばい時代。ヘリエースは昔はボントドルエカはカエルとトンボを合わせてカエルとトンボという変なメーカーだったんで、スペクトルマンで出てきた、メーカーなのですけどね。同じような名前。こちらは東宝製作の流星人間ゾーンという、それに登場するスモーキー号という、空飛ぶメカを、まんま流用したオリジナルのメカでございます。何という名前ですか。スカイ、テスターですか。宇宙戦艦ヤマトブームの頃に、独自に、展開したレッ宇宙空母レッドホークというシリーズに登場するレッドホークヤマト、宇宙戦艦ヤマトに対抗して地面を走る、巨大なタイヤのついたメカを、梶田達治先生がそのまんま正直に描いている巨大なタイヤを履いた戦艦ヤマトが空を飛ぶというなんかすごい、イラストになっております。すごいね、なんかモーターの絵まで、ちゃんとすごいね。これ正直すぎるんじゃないですか、ね、正直するのも程があるぐらいのもの。三部作ですか、それは。同じような、これはそのシリーズとして同様に展開した後方にヤマトがいるということでシリーズを強調しておるのですが、ゼロ戦ヤマト、すごい名前でございます。ゼロ戦のコクピットのついたメカなんですが、後ろには、軍艦の艦橋のようなものがついておりまして大きさのよくわからない、名前は大きいのか小さいのかどっちなんだという、そういうメカでございます。このメカにおいて私が、取り上げたいのは全体というよりも一部のパーツ、つまりゼロ戦のキャノピーです。キャノピーが窓。これがすっごいリアルに出てできております。こんな SF メカにはふさわしくないぐらいリアル。これだけだな、この透明パーツがね、ゼロ戦の。あ、確かに確かに、すごい。あとでちょっと大写しをしましょう。これも同様にですね、イーグルヤマト F15 イーグルと、戦艦ヤマトが合体した。これも大きさの、でもヤマトが合体するんやね、すごいね。そうです。
え、これも大きいのか小さいのか、ここに巨大なパイロットが乗っております、これは果たしてゼントラーディ兵で、こっちは地球人が撮っているんでしょうか、これもですね、やはり同様に、このキャノピー、これがエッドグリアルにできております。これだけはなんかしたけど、異常な、半分作りかけだ。わあ、これは私の推測なのでありますが、はいはい、同じ静岡には、飛行機のプラモを、スケールプラモを作っているメーカーがございます。長谷川とか、富士院でございますね。たぶんひょっとしたらそういうメーカーからちょっとキャノピーだけということでキャノピーだけ仕入れてるんではないかと私はそう推測しております。でこれも、しばらく年が経ちますと、全く関係ない銀河マシン2号アルタイ6号などといって箱にも変えて、また別商品のような顔をして、発売しております。違う名前が出てきたわけですね。イラストも梶田達治先生から多分岡崎敏夫先生ではないかと思いますが、変わってるわけですね。最後は、これも青島さんの本領発揮、合体カウンタックというカウンタック、スーパーカーのカウンタックが勝手に分割されて、わけのわからんパーツをつけられて合体メカになっちゃったというすごいもんでございます。今こんなことやったら多分偉いことになるんじゃないかと思いますが、昔はそういうのは許されておりました。これは本当は4台ありますが、1台なくて、これダッシュップでそのため安く買いました。これの2号をお持ちの方ぜひお譲りくださいというところでございまして、といったようなものが展示されております。皆様ぜひホビーランドにお越しくださいませ。ありがとうございました。本当の声はどんな感じ？一瞬だけ、本日は加工しております。本物見なかったらホビーランドに来てください。見れるんですね。ちゃんと見れます。いてはります。ちゃんと普通の声で喋ってくれます、はい。いや、じゃあ今日いろいろとこんなわちゃわちゃと出たけど、はい、一番印象に残ったって何ですか？いや、やっぱり MY 生首系が初めてだったのですごい興味深かったのと、最近お姉ちゃんの子供が2歳なんですけど、そのこういう怖いものに興味があって、おもちゃとかにそうだからこんなのあったら喜ぶかなと思って。なるほど、はい、そういうことだ。ここでお知らせです。6月4日日曜日にワンダートイコンベンション WTC が開催されます。この WTC は新進気鋭の造形作家さんやソフビの人気クリエイターさんが集まって作る楽しさを発信する展示販売イベントです。場所はここ海洋堂ホビーランドで12時から17時まで。入場料が大人1500円、中高生700円、小学生以下が入場料無料です。詳しくはワンダートイコンベンションのツイッターをご覧ください。こんなに可愛いねものが展示されるので皆さんぜひ見に来てください。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。最後に締めの一言お願いします。はい、今日はもう山さんのこの声と姿変装にびっくりしましたんで、いや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 、なかなか人生驚きがいっぱいあって素晴らしいですなという、はい、山さんお疲れ様でございます。はい、これ知らずして海洋堂と専務と付き合うな、これを語ってついてこいやつはもうついてこんでよ、バーケというぐらいにですね、これをついてきましょう。攻撃的攻撃的です。あったらテンション今日は高いから。コーナーはいつでもトンチンカン、専務は喋ると止まらない、候補喋れず